お疲れ様です。今日のおっさんの晩ご飯は、腰が痛くてやっとごさっとこ買いに行った牛バラ、プルコギ焼肉用です。実はまあ数人の人にコメントで言ったんですけど、実は昨日夜11時過ぎに寝たんですね。そして12時過ぎにトイレに起き上がろうとしたんですけど、腰が痛すぎて起きれなかったんですよ。で、これもうダメだと思って、急遽まあ、結論から言います。行くのをやめました。でボランティアリーダーさんと、いつも自分に付き添ってくれてる横須賀のボランティアさんに急いで連絡して、今もう立ち上がれない状態だと。で、ちょっとこれ明日行けそうにないのでってことを一応伝えて、今日は家で安静にしてました。まあ安静にするっつってもね、食べ物がないんで、まあ、しょうがねえから一番近い、いつもはね、マミーマートに行ってるんですよ、安いんで。なんですけど、もう背に腹は変えられないんで、一番近いマレーツに来ました。で、今日の食材買ってきました。で、先ほど連絡があって、ボランティアリーダーさんから、とりあえずまあ、安静にした方がいいよということでおっしゃってもらったんですけど、次の休みが雨なんですよね、予報が。だから今日ほら雨降る予定でしたけど、城ヶ島一応ね、9時10時には止むっていう予報だったんで、で、その次の休みも一応雨予報なんですよ。なんでどうしても行きたかったんですよね。ちょっと疲れが溜まってるんで、ニンニクいっぱい入れます。あーで、ちょっと嫌な報告もあるんですけど、みーちゃんエリアのおけいさんの入れ物、ガラスの器があるって言ったじゃないですか、それが捨てられたそうです。許せないです。みーちゃんだけじゃなくて、渚ちゃんも2匹いるわけじゃないですか。でたまにね、むーちゃんとかも来たりとか、あとね、もすけくんも来てくれたりとか、もすけちゃんか、そう、何気に猫ちゃん食べるんですよね、あそこで。ガラスの容器なんで重いから、多分カラスじゃないと、多分虐待のやつらじゃねえかって。ただ証拠がないんで、本当にね、防犯カメラつけたいんですよね。つけれないんですよね、本当に許せないです。で、結構なんだっけ、自分のチャンネル登録してくださってる人って、やっぱ地域猫の面倒見てくれる人が多いじゃないですか。で、そういう人のやっぱ動画ね、見てると、やっぱ虐待をする人間がいるとか、その餌の入れ物をしてる人がいるとか、やっぱなんか全国にいっぱいいるんですね。許せないです、本当に。だってね、何度も言ってますけど、好き好んで野良猫になってたわけじゃないじゃないですか。で、だからこそ行きたかったんですよね、そういうのがあるんで。で、今日一日時計見て時間を見るじゃないですか。あ、この時間はもう防災倉庫でご飯弱ってるなとか、この時間はボムちゃんとかと会ってるなとか、この時間は漁港でみんなと遊んでるなとか、なんか時計見ててすごい切なくなりました。とりあえず今風呂も入って、高い方の湿布買って、朝は安い方の湿布、今使い分けてるんですよね、安い方と。やっぱ高いんで、
よし、できた。次はご飯をすります。なんか猫ちゃんたちのこと考えてたらもう本当にやっぱり落ち着かなかったです。なんか時間が経つのが遅いですね。あ、城ヶ島にいる時って時間があっという間に過ぎるんですけど、まあ、仕事してる時も本当に、なんかそのメール見て余計悲しくなりました。絶対罰当たりますよね。だっておけいさんの入れ物を捨てるってことはご飯を与えないってことじゃないですか。ということは死ねってことじゃないですか。生きてるものは全てね、食べないと生きていけないんで絶対に許せないです。あの虐待のうち、ちなみに何だっけ、干物屋のじいさんいるじゃないですか。あれはなんかバチ当たったそうです。なんか心臓病になって心臓が機械だそうです。だから ねバチ当たるんですよ。子猫何2匹でしたっけ、海に投げて殺したっていう、あの干物屋のじじい、まあ、言い方悪いかもしれないですけど、まあ当然かなって命を大事にできない人はダメです、本当にそれは人間だろうが動物だろうが本当に腐った人間はダメです。城ヶ島住みてえよ。今日腰が痛かったからスーも見れませんでした。スーも見れる元気があるんだったらね、あの城ヶ島行ってますからね。よいしょ。次はプルコギ装います。だとりあえず日曜日に行く予定にはなってますけど、一応そのボランティアさんたちにも言ってるんですけど、腰の具合と天気によって行けるかどうか決まるんでって一応言ってあります。だから本当にそう日曜日行きたいです。そう心配です。特に漁港なんてあれじゃないですか、観光の人も少ねえからもらえる餌少ないですからね。だから本当にこの動画見てくださってる人で城ヶ島で猫にご飯あげたいなと思ってる人がいましたら、どうか漁港の方に来てください。結構この動画を見てきたって人が何人か会ったことあるんですよね。びっくりしてました。あなたですかって、なんか本当純粋に嬉しかったです。そのなんかチャンネル登録がうんぬんかんぬんじゃなくて、あこうやってなご飯くれてるんだって思えて、だから本当にまあ、これ見てくださってる人で、まあね、その人たちにも言ってるんですよね。漁港の方にも行ってくださいって。そう岩場はね結構いるんで、いつだっけな、一昨日かなんか押井内蔵さんも来てくれたらしくて、いっぱいご飯くれてあげてくれたそうです。よかったです。できた。プルコギ焼肉風完成です。ではいただきます。よいしょっと。